ハプスブルク法、ハプスブルク法は、オーストリア共和国の法律。オーストリア・ハンガリー帝国崩壊から間もない1919 19年3月17日に、オーストリア共和国初代首相、カール・レンナーによって、国民議会に提出され、同年4月3日に可決された。同日に可決された、貴族廃止法とともに、オーストリア共和国の憲法の一部分を構成すると、される。 正式名称は、ハプスブルクロートリンゲン家の国外追放と財産没収に関する1919 19年4月3日の法律。この法律によって、ハプスブルク一族は財産没収の上でオーストリア国外へ追放されることとなった。ただし、王朝と絶縁すること、並びに統治権を放棄することを宣言した者は、一回の市民として国内居住を認められた。 法律を受け入れた皇族として、フランツ・ヨーゼフ一世の娘、マリー・バレリー大公女や、その息子フーベルト・ザルバトール大公、ヨーゼフ・フェルディナント大公、ライナー大公、レオポルト大公などがいる。トスカーナ系統の一族に多く、彼らには原則として、私有財産の保持が認められた。皇帝・カール一世が、ハプスブルク法を受諾しなかったことにより、 ハプスブルク家は定款に基づく財産のみならず、マリア・テレジアが夫、神聖ローマ皇帝フランツ一世の主的遺産の一部を元として創設した一族の生活扶助と持参金のための扶助基金なども没収された。フランツ・ヨーゼフ一世の父、フランツ・カール大公の財産から供出された定位喪失の危機に瀕した時のみ使用を許可すると、 明記されたフランツ・ヨーゼフ一族世襲財産も就航の対象となった。オーストリアの保守層の間では、早い段階からハプスブルク法は非難の対象とされた。いかなるオーストリアの国民も、オーストリアの法によって外国に引き渡されたり、追放されたりすることは許されないし、私有財産を奪われることは許されない。法の前には、すべての国民は平等とされている。 しかし、ハプスブルク家の人々に対して、いくつかの偽善的文言によって、最も本源的な権利すら破棄されてしまった。このはずべき法律を廃止しない限り、オーストリアに正義は存在しない。我々は、ハプスブルク家の人々に対する特例法の廃止を要求する。百三十一年十二月七日、アムパス村三次会選管機の情勢下において、 オーストリアの君主主義的感情が高まる中で、1935年7月、就航されたハプスブルク家の財産のいくらかは返還された。しかしその後、オーストリアを併合したナチスドイツによって再び没収された。また、戦後になって独立を回復したオーストリアは1919 19年の状態を復活させ、1935年の返還決定を無効とした。 1980年、帝政廃止後に生まれた、ルドルフ・ハプスブルク・ロートリンゲンが、自分に、ハプスブルク法が適用されているのは不当だと、オーストリアの裁判所に訴え、勝訴した。これにより、ハプスブルク法の制定以降に生まれた、ハプスブルク一族は、定位請求権の放棄を宣言せずとも、オーストリアに入国できるようになった。さらに1996年3月、 オーストリアの欧州連合加盟から1年が経過し、国境の検問が緩くなった機会に、ハプスブルク法の自宅を拒絶する元皇族、フェリックス・ハプスブルク・ロートリンゲンがドイツからオーストリアに入国する事件を起こし、政界で大問題になった。オーストリア国民党や当時の大統領、トーマス・クレスティルが、ハプスブルク法の即時撤廃を主張する一方で、オーストリア社会民主党は、 政権と財産の放棄が入国許可の前提だとして、1ヶ月にわたる論争が繰り広げられた末に、国外追放の記述に関しては、事実上主文化された。1998年、連邦議会のアルフレート・ゲルストリ議長は、ハプスブルク法がある限りオーストリアは、人道的な民主主義を体現していると世界中で、信頼されることはないとの考えを示し、個人的には、 廃止に賛成であると述べた。2019年現在、財産没収の条文については、なお有効である。現在のハプスブルク家当主カールは、2013年12月にインタビューを受けた際に、ハプスブルク法とベネシフ国を、全くのナンセンス、完全に、時代遅れであると批判している。君主制廃止に伴って、オーストリア共和国に財産を没収されたのは、 ハプスブルク家のみである。エステルハージ家やシュバルツェンベルク家、リヒテンシュタイン家といった旧オーストリア貴族は今なおオーストリア国内に広大な土地を所有している。ハプスブルク家だけが非常に不平等な扱いを受けていることは明白であり、オーストリア国民の中にはハプスブルク家への財産返還を支持する者もいるが、返還論者の間でもその立場は一定ではない。 そもそも財産没収そのものが不当だったという主張もあれば第一次世界大戦の改戦責任が当時の皇帝フランツ・ヨーゼフ一世にあるとしても改戦決定に関与していないものも含むハプスブルク一族全体に責任を負わせる形での財産没収は不当だったという主張もある。ハプスブルク家から没収された財産は第一次世界大戦による未亡人と孤児の救済を 目的とする戦争被害者基金に充てられた。このことから基金が解散した時点で返還すべきだったとの見解もあり、現在のハプスブルク家当主カールはこの立場である。ハプスブルク法は道理に反しています。それについて他に言えることは何もありません。すべての権利が私たちから奪われました。私たちは財産を没収されてオーストリア国外に追放されました。 私たちの資産は基金に入れられ、そしてそれは基金が解散した後で私たちに返還されるべきでした。しかし、それは決して起こりませんでした。カール・ハプスブルク・ロートリンゲン第一次世界大戦の開戦100周年である2014年ガーディアンによるインタビューの際にウルリッヒ・ハプスブルク・ロートリンゲンは財産返還のほか、バイエルンの ビッテルスバッハ家保証基金をモデルとする解決策について述べたことがある。当然ながら、オーストリア国民の中には、財産変換は一切すべきでないという主張もある。現代のハプスブルク家は、族内に大きな経済的格差を抱えており、一族の多くはそのことを不満に思っている。戦術のように、トスカーナ系の一族には、 ハプスブルク法を早々に受諾する者が多かったため、その子孫は今日に至るまで多くの資産を保持している。歴史家、カール・フォルセカの見積もりによれば、ハプスブルク家トスカーナ支流の総資産は1億ユーロである。ありがとうございます。